的にもう気になるものなんですか、目は、ウインクは。人間の無意識は目を最初に探すんですよね。で視覚の中にどっかに目があると絶対そっちに向くんですよ。とてもそういうのなんで、あの私の昔の洗脳言論っていうのはわざとそのために絵をこんなでっかくちょっとサブイナっぽくですけど表紙に仕込んで作ったことありますからね。よく本の著者なんかが表紙に自分の写真を入れてるのも自分の写真を入れるっていう効果もあるけど、それは平積みになってる時顔があると目があるんでスッとそこに目が行きやすいっていうのもあるんですよね。やっぱそうなんですね。そうなのよ。